岡山県の南西部地方に位置する小田郡矢掛町は、山に囲まれた盆地でのどかな田園風景が美しく、温暖で晴れの日が多く、冬でも積雪はほとんどありません。江戸時代には山陽道の宿場町として栄え、あの篤姫も宿泊されたとされる国指定重要文化財本陣、脇本陣が当時の姿のまま残っている歴史薫る町です。矢掛町へ移住された方に会いに行ってみました。大阪からの移住者、坂部康隆さん、そして奥様の久美さん。実は僕、大阪では実家の家業である電気工事を16年間していたんですけども、昔から自然が好き で農業がしたいっていう夢があったんですよ。夢を叶えれるところが矢掛町だと感じましたんで、農家として生きるために移住を決めました。矢掛町移住ライフ、ここがポイント。矢掛町では新しく農業を始められる皆さんの将来のビジョンを聞き、農業体験研修や専門的な指導を行い、あなただけの農業を二人三脚で作り上げるオーダーメイド型の支援を実施しているんです。農地探しや事務手続きなど、初心者でも安心のサポートがあります。本当に幸せをかみしめて毎日過ごしてます。では続いての移住者はどのような方なのでしょうか。2012年夏に大阪から夫婦で移住してきた福田夫婦です。大阪で30年、生活しまして、定年後はのんびり今までとは違う雰囲気で生活をしたいと、これから残っている人生を自分の楽しみのために、そういう時間の使い方をしたいなと思って移住してきました。大正解でした新築をするのにあたって、矢掛町の、助成金の制度というのを使わせていただきました。矢掛町移住ライフ、ここがポイント。矢掛町内に住宅を新築する際、建設費用の一部を最大で150万円助成する矢掛町定住促進助成金制度を設けているんです。また矢掛町土地開発公社では住宅団地を分譲しています。町内さまざまな場所に展開していて、ご希望の生活スタイルに合った場所を選べます。購入された方には特典を設け、若い世代でもより住宅を取得し、暮らしやすいよう支援しているんです。全国の皆様、矢掛町はほんまにいいとこじゃけ、移住するにはおすすめよー。